動画をごご覧いいただきありがとうございます競馬の予想をラジオ形式でお伝えする競馬予想チャンネル今回は KO 杯スプリングカップです、えー、さて昨年はすごいスローの中桜クゴスペルが4コーナー並ばんでから33秒3の上がりで勝ったんですけど、えー、今回はどうなるんでしょうでは早速レース傾向からお話ししたいと思いますまず1点目 重症実績が大切こちらなんですが直近5年の連帯馬10頭のうち8頭が重症での連帯実績がありましたですのでまず狙うべき馬は重症での連帯実績が過去にある馬これが重要かなと思います続いて穴狙いなら東京新聞杯組に注目過去5年の連帯馬 ですね、ではあの10頭のうち8頭が重傷での連帯実績あったと丸1でお話ししたんですがそのうち7頭は1から3層前に東京新聞杯に出走していたという共通点があります、えー、ですのでもし穴を狙うんであれば東京新聞杯組に注目するのも1つの手かなと思います、えー、ではここからはいつも通り人気馬の解説をしてその後穴馬をピックアップしたいと思います では最初にロサーキーガンティア、えー、言わずと知れた、まあ、もう事実2に勝してデムルトのコンビでスプリングステークスと昨年のクレノ阪神カップということで抜群のコンビ相性かと思いますで東京コース専用実績も問題ないので、えー、舞台的性も十分とでただ3歳児にスプリングステークスを勝った後、しばらく不審だったんですよね そういった記憶があって、どうも信用できないタイプです、個人的には。なので、ここ2戦連勝しているからといって、今回も確実に3着は大丈夫かって聞かれたら、僕は自信を持って、うんとは言えないです。えー、まあ出遅れの可能性も残ってますし、ちょっと相手には買いますが、軸にはしないかなという感じです。えー、続いて、オメガベンデッタ。昨年のトーレス3着馬なので、 じ舞台的性はあると思いますで芝線4が2131左回りも1011ということで今回の舞体的性もかなり高いんじゃないかと思います、えー、ただ重症がちの実績はなく、えー、また23走前のように後方からの競馬になると今の高速バーで差し損ねる可能性もあるかと思います、えー、続いて9番「エーシン・スパルタン」 前走の春雷ステークスがなかなかの強い勝ちっぷりで1分7秒6も結構な高度計だと思います今の高速バワーにマッチする客室の魅力でもし軸にするならこういったタイプがいいのかなと思いますただその一方で重症連帯実績がないまだ条件性で延してきてしょうがない部分もあるんですけどもそして もしも得意の先行する競馬ができなかったときに後方から出遅れたりとかしたときの場合に足が使えるのかっていうとこを未知数だと思いますで続いて里のアラジンでこの馬はマイルチャンピオンシップ昨年秋のレースで0.2秒差の4着ということで今回のメンバーなら確実績的に上でしょうでスローならほぼ確実に33秒台前半 もし今回もドスローになったら32秒台でも使えるんじゃないかなという感じです、えー、その一方でもうデビュー時から期待されているんですが常に人気先行型だと思います人気になってこなかったりとかおそらく痛い目に遭った方もいると思うんですが、えー、基本的には信用できないタイプだと思っているのでじっくりはしません、えー、そして最後にダッシングブレイズ 昨年秋の3連勝はいずれも33秒台前半の末脚で、えー、レースメンバー最速の流れで勝ってきました、えー、伸びさばかりというか青天井というか、えー、どこまで強くなるんだという魅力があるので、えー、ここも期待して見ていきたいなと思います、えー、一方で重症実績がない、えー、1400m も実は初めての経験でその辺りが不安です また、大外枠を引いたことも、今の高速場を考えると、ちょっと不利かなという気がします。えでは、続いて、穴あまの、ちょっと僕が思う穴あまを推奨していきたいと思います。え最初にクリアリティスカイ。えメンバー唯一の G1 場で、実績なら採用欲と言えるでしょうで。ここにそう惨敗してるんですが、えーまあ、2層前は5ヶ月ぶりの休み明け。 でマイルチャンピオンシップ初めての強度というところで、まあ、ちょっと後付けの理由にはなりますけど、敗、ま、因、あ、にする要素はあったと。で今回、えー、G1 を勝っている東京競馬場でもし体調が戻っていれば、えー、連体圏突入も十分あるんじゃないかなと思います。えー、続いて11番、ブラビッシュも。重症実績こそないんですけれども、半球杯ではミキアイルから0.1秒差の3着。 ここなら重賞でも連帯できる力は持ってい,ていると思うので3着、2着あたりは狙えるんじゃないかなと思います最後にサンライズメジャーここ3走馬券圏内に絡んでいないんですが過去には G2 で2着が2回あります1つ目が2014年11月にスワンステークス専用芝1 0 4で2着 その後2015年の4月にマイラーズカップに2着ということで、えー、力は十分あると思います、えー、なので好位からの競馬で、えー、もし直線ちょっと伸び,伸びることができれば連帯圏突入もあるかなと思いますでは最後にまとめということで3連複軸1頭流しすごい軸迷ったんですけど、まあ、エーシンスパルタンからいきたいと思います 重症実績なくて、まあ、後方からの競馬になったときどうなのかっていう不安はあるんですけど、えー、無事スタートを切ってくれることを信じて今の高速バーとあとは他の人気どころが差しタイプ多いというところで前に行ける理由を見込んで軸にしたいと思います相手はご覧の6と、えー、なんとな泣くな泣く絞るにあたってダッシングブレーズを切ってしまったんですけどすごいいい足持ってるんで 怖いですけど、今回はこの6投にしてみました。えー、では、KO、えー、ファイスプリングカップの予想は以上です。また、えー、日曜日のビクトリアマイの予想は明日アップしたいと思いますので、そちらの方もどうぞご覧ください。それではまた。